作っていきますか。どうもアーチです。前回の動画でねランナー紹介までしましたガンダムトリスタン、今日はすぐみで作っていきたいと思います。なんかねコメントでいただいたんですけど、関節が旧関節だからあんまり動かないとかそういうのもあるみたいなんですけど、まあとりあえず作ってみましょう。結構ランナー数が少なくてびっくりしたんですけどね。では作っていきましょう。今回も全カットでいってみたいと思います。まずはランナーからいらないパーツを切り取っていきましょう。で、トリスタンって書いてあるやつは、まあこの辺のランナーですね。これ絶対多分新規なんでいると思うんで、A パーツですね。A パーツ。これですね。これがアレックスの流用になると思うんで、こいつからまず、こういうね、わかるかな?バツ印がついてる、こういうパーツですね。を取り除いていきます。使わないパーツを全部切り離しました。なので、養生パーツがこれぐらいですね。出ます。これはもう使いません。ポリキャップも使わないやつはカットしておきましょう。そしたらカットしていきましょう。ポリキャップはこの100均で売ってるね、この4つに分かれたトレーに全部分けていきます。で、あと、頭部とかね、分かりやすい細かいパーツもここに入れていく形にしようかなと思います。では、行きましょう。パーツカット終わりました。こっちの箱にはね、こういうポリキャップだとか頭部パーツ、どこの部品か分かるやつは、細かいのはね、こういう分け方してます。で、いや、今回本当、パーツ数少ないですね。一応こっちから A ランナー、B ランナー、B2 ランナー、C ランナー、C2 ランナーっていう形ですね。これぐらいのパーツ数になります。じゃあ、組み立てていきましょう。確かにこういうね首周りのやつも今じゃない形してますよね。ここをこれをここにこう入れると、こういう動き方をするんですね。はい。はい、胴体完成です。頭部完成です。では腕いってみましょう。はい、腕完成です。こんな感じでね。では次はランドセルいきましょう。はい、完成です。そしたら今度はこれを組み上げていきましょう。はいはい、頭つけて、上半身の完成、こういう感じですね。はい。では腰回り作っていきましょう。今回いつもフロントアーマーって真ん中で分割してたんですけど、これ分割しちゃうともう外れちゃう仕様になってるんで、今回はもうこのまま行くしかないですね。はい、腰完成です。なのでフロントアーマーが独立で動かないですね。ここが、そして可動範囲もほぼほぼ動かん。おお、なんだこれっていう感じですね。では足行ってみましょう。こういう感じです。
では引き続き足行ってみましょう。こういう感じですね。はい、次は太もも。こういう感じですね。ではこれらを合体させていきます。はい、こういう感じに仕上がりました。うん、そしたら最後武装いってみましょう。さて完成です。銃完成です。完成しました、ガンダムトリスタン。じゃあちょっとアップで見ていきましょう。まずは顔、まあ、顔かっこいいですよね。角2本になってて、あ、今回でパチ組でシールは貼ってないです。顔がこういう感じですね。顔かっこいいですね。で胸、腕、うん、腰、足で、足裏もね、ちゃんとあの足裏用のパーツがついてるんで肉抜きなしになってますね。はい、この辺とかね、アレックスの特徴をよく抑えてますよね。うん、でバックパックがね、なんかマーク2に似てるなぁとも思ったりするんですけど、はい、こういう感じですね。シルエット的にはすごいかっこいいですね。うん、ガンダムっぽいっていうか、まあ元がねアレックスなんで、ビームライフル特に可動とかないんですよね。で本当はこの上の部分がね、ここが青なんですけど、ちょっと色塗らなきゃダメって感じですかね。で一応ここにピンがついてるんで保持はしっかりできそうな感じですね。はい、そしてビームサーベルの刃が2本クリアパーツついてますね。で右手だけなんですけど、重要の握り手がついてますね。うん、こういう感じのものがついてます。最後は盾、はい、こういう感じですね。一応ここボールジョイント入って動くんですけど、まあ、ここを持たせるとそんなに動かないかなっていう感じではありますけども、はい、こういう感じになっております。では次は可動範囲行ってみましょう。あのやっぱりね、これ旧キットの関節のままなんでしょうね。この首、まあ上がボールジョイントになってるんでぐるっと1回転と、あと前後にはよく動きます。これぐらい動きますね。肩なんですけど、これ結構ぐるぐるなんですよね。あのここのパーツで押さえる形なんで、まあ、ギュッとやればいいんですけど、うん、でまあ一応可動としてはぐるっと回ると。でまあ独立で動くんですけど、結構フラフラですね、肩がね。これ合ってんのかな、もっとギュッと押さえなきゃダメなのかな。はい、こういう感じですね。で一応二の腕の縦軸ロールがあって、で肘関節がね、もう90度しか曲がんないですよね。二重関節になってないんで、あとまあ手首がボール状になってぐるっと回るという感じですね。はい、で腰がね曲がらないですね。ほぼほぼ動かないですね。うん、前後にこれぐらいで、この赤いパーツが下の部分に噛んでるんで、左右のスイングもちょっと難しい。もう浮かして無理やりこうやるしかないかなっていう感じですね。腰回り、サイドアーマーはね独立で稼働するんですが、もうこれ以上上がらないです。上に干渉しちゃってね。ただまあここでちょっとこう逃がすことはできるかなっていうのと、フロントはもうさっきも説明しましたけど、あの独立でできない構造になってるんで、2枚同時に動くんですけど、ほぼ上がんないです。もうここの部分に干渉しちゃってね。でリアはもう初めから固定なんで動かないですね。なので足の開きもこれが限界です。横、あのアーマーに当たるとかじゃなくて、これの構造上、ボールジョイントの構造上これ以上開かないんですよね。で前後はもうこれフロントアーマー当たっちゃうんで、これぐらいしか開かないです。うん、いやー全然ですね。で膝よいしょ、膝も二重関節にはなってないんで、もう90度曲がるぐらいですかね。これぐらいですかね。うん、で
足首一応ここボールジョイントになってるんで、ここはすげえグリッと謎の可動をします。よいしょ。で、ここでスイングするんで、前後これぐらいいきますね。あとここが多少ですけど、このすねのアーマーがね、多少、ほんと多少です、動くかなっていう感じにはなっております。でバックパックは特に可動ないんで、まあこのビームサーベルが外れるぐらいの可動ですかね。はい。なので今時のキットにしては動かないですね。作りも昔のキットのまんまではないでしょうかね。どうなんだろう、今この作りで出すっていうのは。しかも値段が結構してましたよね。これ定価で1500円ぐらいなんですよね。それ考えると鉄欠がいかに優秀かっていう、これより安くて内部フレームあって可動すごい動きますからね。武装もいっぱいついてきたりとかね、しますから。まあちょっとポーズ取らせてみましょう。はい、右手にビームライフル、左手にシールド装備させてみました。あのね、ライフルのグリップの方にピンついてたんですけど、握り手の方にピンがないんで意味が全くないです。なので結構フラフラします。シールドはまあグリップとね、ここで保持できるんで全然いいんですけど、あとね、やっぱりね、可動範囲がひどいですね。あのいつもね、太もものところにね、縦軸あったりするんですけど、縦軸もないし、フロントスカートとか開かないし、何よりあの股関節のボールジョイントがね、可動範囲がほぼほぼないんで、あんまりポージング決まらないです。あとね、あの3ミリ穴もないんで、まあディスプレイスタンドのこれを使えばディスプレイはできるんですけど、これどうなのよっていう感じですね。いや、シルエットのね、見た目はすごいかっこいいんですよ。ガンダムしてる顔だし、それはすごくいいと思うんですけど、なぜこの仕様で出したのかっていうのがちょっと謎ですよね。リデコにしてもちょっと可動範囲残念すぎじゃないですかね。どうなんでしょうこれ。はい、こういう感じになっております。ビームサーベル持たせてみました。こういう感じですね。ポーズが決まらない、可動があまりないので、まあまあでもこういう感じにはなりますね。はい、というわけで今日紹介したのはトワイライトアクシスから HG144/1 ガンダムトリスタンでした。見た目がねかっこいいんですよ。見た目がかっこいいだけに、この可動範囲はすごく残念。これを今出すっていうのはね、さっきも言いましたけど、いかがなものかなと思うんですけどね。全然動かないですからね、関節が。もう旧キットのままっていう感じですね。なのでまあ動かさずにすだちで並べるとか、そういう方はいいのかもしれないです。見た目はかっこいいんですよ。顔とかもものすごいかっこいいんですけど、その可動域がすごい残念っていう感じのキットですかね。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。